た。ごちそうさま。え、ゆゆこ様どこか具合でも悪いんですか？全然食べてないじゃないですか。どうなさったんです？え、いや別に、特に何にもないわよ。そうですか、それならいいんですが。ごちそうさま。え、今日もですか？今日は昨日よりも食べてないじゃないですか。本当に何にもないんですか？何にもないない。それじゃあ私ちょっとやることあるから、用務悪いけど食器片付けておいてね。え、それはもちろんですが。怪しい。え、ゆゆこの様子がおかしい？そうなんです。最近ゆゆこ様が全然食事を召し上がらないんですよ。え、あのゆゆこがご飯を食べてないの？いや10人前ぐらいは召し上がってるんですが。普段どれだけ食べてるのよ。それでもただごとじゃないんです。こんなこと、今までありませんでした。ゆゆこ様、どこか具合でも悪いんでしょうか？まあゆゆこだって食欲がないことだってあるわよ。ダイエットしてるとか、恋してるとか。なんですって。え、あのゆゆこ様が恋？そ、それは困ります。そんなことあってはいけません。ゆゆこ様がどこの馬の骨ともわからぬ殿方に恋をするなど、あってはならないのです。いや、こんな取り乱したヨウム初めて見たわ。ちょっと落ち着きなさいヨウム。ゆゆこが恋をして何が悪いのよ。え、ゆゆこ様が恋をして悪いこと？私がなんかいや。あんたゆゆこの何なのよ。よし、それじゃあこうしましょうヨウム。私が食べ物を追加するデータパックを探してきてあげるわ。さすがに美味しそうな食べ物を見たらゆゆこの食欲だって回復するでしょ。ヨウムだっていつものゆゆこになれば安心するでしょ。霊夢、それは名案です。さすがにたくさんの美味しいものを目にするとゆゆこ様もいつもの食欲を取り戻してくださるはず。待っててくださいゆゆこ様。いっぱい食べさせてあげます。なんかヨウムの思いが歪んできてる気がするんだけど、いつものゆゆこ様に戻っていただけるよう、高評価で応援してくださると嬉しいです。ということでゆゆこ様、今日はいっぱい食べてもいいですよ。え、なになに？いきなり食べてもいいって言われてもよくわからないんだけど。あ、すみません。今日はゆゆこ様にぴったり、なんとたくさんの食べ物が追加される世界をご用意しました。へえ、そうなんだ。それは楽しそうね。え、いやそれだけですか？いつものゆゆこ様ならもっと大喜びしていただけるはず。どうしちゃったんですゆゆこ様。ヨウム落ち着きなさい。でもせっかくヨウムが用意してくれた世界なんだもんね。よし、いろんな食べ物集めちゃうぞ。ゆゆこ様。よし、それじゃあやっていこうかな。具体的には何種類ぐらいの食べ物が追加されるの？実際に食べれるものとしては22種類になりますね。結構あるのね。これは気合い入れないとな。でも全部食べるのは大変だから、今回は全種類作って壁に飾るのを目標にしようかな。全部食べるのが、しんどい。あのゆゆこ様が、終わりだー。もうこの世界はおしまいなんだー。食べ物が追加される世界なの？いいな。ゆゆこが食べないんだったらシオンが全部食べちゃおうかな。シオンちゃん、今日は遠慮してもらえますか？はい、遠慮します。シオン全然お腹空いてません。ヨウムどうしちゃったの？今日なんかピリピリしてるんだけど。なんかヨウムもいろいろ大変みたいなのよ。今日はやりたいようにやらせてあげましょう。ねえねえヨウム、食べ物がたくさん作れるのは分かったけど、作り方が全然わからないんだけど。あ、そうですね。今回はまずはレシピブックを作るところから始めていただきます。レシピブックは本と羽ペン、それにパンを合成してクラフトすることができます。え、ほんと羽ペン？そんなの作ったことないわね。そもそもそれの作り方がわからないんだけど。ほんと羽ペンはほんとイカスミと羽で作ることができますね。なるほどね。結構レシピブックを作るための素材集めも大変そうね。まずは最低限の装備を整えながら素材集めね。まだ必要な食材はわからないけど、かぼちゃも必要になるかもしれないから一応集めておくわ。いいですね。22種類も作らないといけないですからね。おそらくいろんな種類の素材が必要になってくるので、食料の素材になりそうなものは見かけたら採取しておきたいですね。石のツールとか窓まで作れたわ。羊毛も集めたからこれで夜が来ても安心ね。牛で皮もゲットだな。あとは紙を作るためのサトウキビ、それに羽とイカスミとパンか。結構レシピの段階で素材が重たいんだな。そうなのよね。でもこれで皮はゲット。あ、ゆゆこ、あっちにジャングルがあるわよ。ジャングルで手に入る食材も手に入れてた方がいいんじゃない？確かにそうね。ジャングルはスイカとカカオ豆が手に入ったはずよね。雰囲気的にはサトウキビもたくさんありそうよね。とりあえずジャングルに向かう感じかな。あ、見て見て、しかも荒廃したポータルがあるじゃない。あのチェスト調べてからジャングルに入っていきましょう。あ、今川の中にイカさんが見えたわね。いたいた、ちょうどいいところにいてくれたじゃない。やったわねゆゆこ、これでイカスミもゲット。うふふ、順調順調。それじゃあジャングルに向かいましょう。うわー、すごい燃えてるわね。チェストは、あったあった。何が入ってるかな？あんまりいいものは入ってないわね。レギンスにも消滅の呪いがついてるし。でも束縛じゃないからいいじゃない。何も装備しないよりはいいわよね。まあそうね。インベントリに余裕があるし、一応ツールももらっていこうかな。そこにカカオ豆がなってるな。ほんとだ、すぐに見つかっちゃったわね。あとはスイカもすぐに見つかってくれたら嬉しいんだけど。あ、鶏さん
んだ。よし、これでハメもゲット。これで本の材料は紙だけになりましたね。意外とサトウキビが見つからないのよねー。あれ？廃校だ。なんか情報量が多いな。渓谷に廃校に鍾乳洞があるじゃないか。鉄もどこかのタイミングで集めたいのよねー。ミルクバケツとかも必要になる気がするし。確かにね。もうここで集めちゃう？ちょっと上がってくるのがめんどくさいな。近くに見えるのだけ集めておこうかな。他の素材探しの時に見つかるかもしれないしね。なかなかスイカも見つからないな。スイカって案外見つからないわよね。シオンもジャングルスタートの時に探したことあるけど、なかなか見つからなかった記憶があるもん。色も草や葉っぱに同化して見えにくいもんな。あ、あったあった。やっとスイカが見つかったわ。よし、これでジャングルにもう用はないわね。サトウキビがまだ見つかってないから、サトウキビを探しながら村でも探そうかな。パンも必要だからね。一つだけなら小麦から育ててもいいけど、小麦は他の食料の素材として使いそうだし、できたら俵を確保しておきたいわよね。そうなのよね。ちょっと頑張って村探すか。あったあった。やっとサトウキビが見つかったわ。え、でもあれじゃ2つしか取れなくない？紙を作るには3個は必要よ。あ、そっか。シャボーン。ふやっとサトウキビが集まったわ。これでほんと羽ペンが作れるようになったかな。まずはサトウキビで紙を作って、サトウキビからは砂糖も作れるから紙は3枚だけ作っておいたらいいわね。できた紙に皮を追加して本を作って、できた本にイカスミと羽。これでいいのかな？あ、ほんとだ。へえ、これでほんと羽ペンが作れるのね。シオンも知らなかったわ。うふふ、一つ勉強になってよかったわね。良すぎました。あとは村が見つかれば嬉しいんだけど、なかなかありませんね。もうかなり移動してる気がするんですが。そうなのよねー。そろそろ見つかってくれないかな。お、村だー。やったじゃない、ゆゆこ。やっと見つかったわね。しかもサバンナの村だからきっと俵もあるわよ。あ、よかった。それじゃあ村に行ってレシピブックを作りましょう。うわー。よし、それじゃあやっとレシピブックが作れるわね。パンとさっきの本と羽ペンをクラフトするだけでいいのよね。え、なにこれ。あ、これ知恵の本なんだ。やった、ついにレシピブックが完成したわ。ここまで長かった。確かにめちゃくちゃ時間かかったわね。村がなかなか見つからなかったのが痛いな。疲れちゃいました。でも大丈夫です、ゆゆこ様。これでお好きな食べ物が作りたい放題です。さあ、ゆゆこ様、木を踏むまでお食べください。なんでそんなに食べさせようとするのよ。それじゃあレシピを確認していこうかな。あれ、ナイフとかも作らないとダメなの？あ、実はナイフを使う食料はまだ未実装みたいです。それ以外を確認してください。あ、そうなのね。ふむふむ、あのかまどを作ったらご飯が炊けるのか。え、すごいわね。ご飯炊けるとかめちゃくちゃいいじゃない。ふむふむ、やっぱり農作物系も必要なのね。卵もたくさん使うなら意識して準備しないと集めるの大変だな。そうですね。素材の種類が本当に多いので、しっかり頭に入れて効率的に集めていきましょう。サバンナの村の畑は小麦ばっかりだな。そうみたいね。人参やジャガイモを手に入れたいなら他のバイオームの村を探した方がいいかも。やっぱり平原の村か。平原の村の畑は結構バランスよく植わってるイメージだよな。確かにね。それじゃあまた素材集めしながら村探しっていうことになっちゃうのかな。結構特定の場所にしかない素材もありますからね。そのあたりの素材もなるべく効率的に集めたいところです。ゆゆこでもインベントリにも限りがあるからね。やっぱりいい感じの村を見つけてそこを拠点にして動く方がいいかもよ。それもそうなのよね。考えることいっぱいだ。あ、いいわね。ここ山岳バイオームなんじゃない？どうやらそうみたいですね。ここでなら地下に潜らずに鉄とかも見つけやすいかもしれないですね。結構ミルクバケツ使う食べ物があったもんな。作ってもバケツは戻ってくるだろうが、作る効率を考えたらバケツもいくつか作っておきたいよな。よし、それじゃあこの辺である程度鉄を集め切っちゃおうかな。そうよね。後で足りないっていうことがないように、集められる時に多めに集めておいた方がいいわよね。よしよし、いい感じで鉄も集まってきた。あ、見て見て、しかもこの辺高度が高いから雪が積もってる。え、食べ物を作るのに雪が必要なの？そうなのよ。結構雪玉が必要なのよね。何が作れると思う？アイスクリームなのよ。それは最高すぎる。え、何よヨウム、なんかずっと微笑んでて不気味なんだけど。え、いや、やっぱり食べ物のことになるとゆゆこ様楽しそうだなって。いや、そんなことないわよ。私は作るのが楽しいだけなんだからね。ゆゆこ様、村が全然見つからないな。ほんとこの世界村のないバイオームばっかり出てきますね。これは結構大胆に移動しないと厳しいかもしれませんね。つらい。あ、そうだ、そういえば蜂蜜瓶も必要だったのよね。蜂の巣を見つけても瓶がないとか最悪すぎるから、ここで砂も確保しておこうかな。あ、待って、タラがいるわ。確か生のタラと焼いたタラが一つずつ必要だったのよね。そういえば乾燥昆布も必要じゃなかった？そうだったわね。海の幸はここで全部集めておきましょう。よし、砂も確保っと。これで瓶も作れるわね。なんだかんだで村は見つからないけど、素材は順調に集まってきてるじゃない。でもそろそろインベントリがかなり怪しいのよ。どこかで拠点を構えたいんだけどな。あ、蜂の巣だ。お、ちょうどいいじゃねえか。さっき砂を回収しておいてよかったな。ほんとよね。ナイスタイミングだわ。まだ蜜レベルが上がってないみたいだから、ちょっとここで待ちながら鉄とかも精錬しちゃおうかな。ゆゆこ様、確か素材に多くの葉っぱが必要だったと思うので、ハサミも作っておいてくださいね。全部バケツにしてしまわないように。あ、確かにそうだったわね。忘れるところだったわ。ヨウムありがとうね。ゆゆこ様、なかなか蜜レベルが上がらないな。
めちゃくちゃ時間かかってるわね。結構待ってるんだけどな。ミツバチが蜜を集めてくる効率が悪いのか？そういうのもあるの？それじゃあちょっとあっちにお花が咲いてたと思うから、蜂の巣の近くに植え直してみようかな。はい、ミツバチさん近くにいっぱいお花を植えてあげたわよ。これで蜜も集めやすくなったでしょ？あ、ミツバチさんがお花のところに来たじゃない。ほんとだ。喜んでる喜んでる。これはかわいすぎる。ふやっと蜜レベルが上がってくれたわ。まずは焚き火を置いてミツバチさんが怒らないようにして。はい、これで蜂蜜瓶の採取が完了と。やりましたね、ゆゆこ様。これでまた村探しができますね。それが一番大変な気がしてきた。とにかくもう疲れちゃった。おやすみなさい。いや、本気で村ないんだけど。ジャングル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 。どれだけ言ってもずっとジャングルなんだけど。このジャングルどれだけ大きいのよ。ジャングルジャングルぐるぐる。ゆゆこ疲れてるんだから怒られるぞ。お、ナンパ線があるじゃない。いいですね。ちょっと壊れてるみたいですが、食料チェストが残っててくれたら嬉しいですよね。何かしらのチェストは残ってそうよね。チェストチェスト。あったあった。何が入ってるかな？あ、やったじゃない。人参が入ってるのは嬉しいんじゃない？これは嬉しすぎた。でもさらにインベントリがヤバくなったわ。これは気合い入れて村を探さないと。え？いやちょっと待って、何あれ。ビリジャーの減少基地かと思ったら、森の洋館っぽいんだけど。え？嘘でしょ？森林探検家の傷なしで森の洋館を見つけちゃったの？ありえない。そんなことがあるのね。うちがマイクラを始めてちょうど1年ぐらいだが、普通にサバイバルしてて森の洋館を見つけるのは初めてだよな。よかったじゃないか、ゆゆこ。拠点ができたな。森の洋館を拠点になんかするわけないでしょ。今回森の洋館は全く必要ないんだから、ただただ危険なだけの場所だわ。さっさとこんなところからは離れるわよ。それにしても立派な洋館ですね。さすがゆゆこ様。引きの良さもさすがですね。どこかの誰かとは大違いなんだよな。これ 120% 私のことだよね。やっと平原が見えてきたわ。あ、いいじゃない。この平原に村があってくれたら最高なんだけどね。森の洋館が見つかったのに村がないとかどういう状態なんだ。運の使い方完全に間違ってるだろ。あ、やっと村出たー。やったやったやったじゃない、ゆゆこ。これは嬉しすぎた。よし、それじゃあ村にチェストを作って、インベントリを開けて他の素材を探しに行きましょう。あ、そうだ。卵もたくさん必要だから、鶏さんも村の近くまで連れて行かなくちゃ。鶏さん、鶏さん、こっちへいらっしゃい。新鮮な卵をたくさん産んでね。よし、村に到着っと。ごめんね、鶏さんたち。ちょっと狭いけど許してね。産むのに時間のかかる卵ですが、これだけいれば大丈夫そうですね。柵に入ってない鶏もまだいるしな。なんやかんやしてる間に産んでくれそうなんだぜ。作った食材は飾っていくって言ってたわよね。どうやって飾るの？大きな看板を作って、そこに額縁をくっつけて飾っていこうかな。となると皮が必要ですね。種類が多いので皮も大量に集めないといけません。まあ村も見つかったことだし、ここからはのんびり食べ物を作りながら、足りないものがあったらちょこちょこ集めに行く感じにしようかな。よし、看板ができたわ。額縁も22個ちょうど食べ物の種類の数だけ作れたから、ここに並べて貼り付けていっちゃおう。でも22種類ってすごいな。これ結構大変なんじゃない？まだ1種類も作ってないもんな。これ全部作るまでにどれくらいの時間がかかるんだ？あら、多分そうでもないわよ。なんだかんだで同じ食材を使う食べ物も結構あるし、それなりに食材の種類も集めてきたからね。本当に足りない食材はあと数種類じゃないかな。へえ、そうなんだ。最初にレシピブックで食材を調べられたのが大きいのかな。そういうことだな。まあフィオンちゃんならぐちゃぐちゃになってそうだが。先生、ここにうるさい人がいますー。よし、それじゃあ今からいっぱい食べ物を作っていっちゃうわよ。楽しみすぎるんですけど。まずはご飯を炊くかまどを作らないとね。確かこうやって丸石を並べて、一番上に空のバケツでしょ。真ん中が石炭、残った場所に原木だった気がするのよね。あ、できたできた。これでご飯を炊くかまどができたでしょ。そうしたら下に焚き火を置いて、その上にかまどを乗せると使えるようになると思うわよ。いいじゃない。なんか宙に浮いてる感じがすごく不自然だけど、それは見なかったことにするわ。一番下に水バケツを入れて、残ったマスをすべて小麦の種で埋めるとご飯が炊けるはずなのよね。すげー、ご飯美味しそう。うふふ、きっと美味しいわよ。まあ私は食べないけどね。ゆゆこ様。でもまだあれだけじゃ料理として成立してないから、ボウルを作ってさっき作ったご飯をよそわないとね。下にボウルを置いて、その上にご飯を並べます。これでご飯をよそうことができるわよ。美味しそう。そうでしょうそうでしょう。さあゆゆこ様、一思いにお食べください。さあ飾っちゃおうっと。そんな。なるほど、こういう感じで額縁を埋めていくんだな。いい感じでしょ。これが全部埋まったらかなり見応えがあると思うのよね。よし、どんどん作っていくわよ。とその前に、そういえば畑を調べてなかったわね。あら、いいじゃない、ジャガイモが終わってたわね。いいじゃないいいじゃない。確かまだジャガイモは持ってなかったもんね。これで作れる料理の幅も広がるわ。やっぱり村を探して正解だったわね。それじゃあさっきと同じようにご飯をよそって、卵と人参とジャガイモを加えます。あれ、並べ方逆だったかな。あ、できたできた。これでチャーハンの完成っと。チャーハン最高すぎる。はい、これで2種類目っと。あ、間違えた、ハサミ飾っちゃった。はい、チャーハンを飾って2種類目。農作物はあとビートルートだけなんだけどな。この畑にもなさそうかな。ビートルートを新たに探しに行くとなると結構大変だ
だな。あ、見て見て、ビートルートの種が手に入ってる。まだ成長してないだけで植えられてたみたいね。それじゃあ植えて他の食べ物を作りながら成長するのを待とうっと。最高なんですね。小麦を両サイドに置いて、その間に人参を置いて人参パン。同じ感じで真ん中をジャガイモに変えて、これでジャガイモパンの完成っと。へえ、いろんなパンも作れちゃうのね。ご飯の次はパンか。ほんといろんな食べ物があるっぽいよな。さあそれじゃあ飾りましょ。はい、ここに人参パン、それにここにジャガイモパンね。だんだん楽しくなってきちゃった。ゆうこ様に楽しんでいただけて幸せです。確か奥の葉を使ってサラダ系が作れるんだったわね。よし、これだけ集めれば大丈夫でしょ。牛さんからもミルクをたっぷりといただきましょ。ほんと楽しそうだな。食材から自分で集めて作る料理ってほんと楽しいわね。それじゃあボウルにミルクに葉っぱにジャガイモ、これでポテトサラダができちゃいます。ポテトサラダ、食べたい。ドレッシングをかけて、たまらないわね。は、またヨウムが微笑んでる。ゆうこ様、欲望を解放しましょう。別に私はいつも通りなんですけど、さっきのジャガイモを人参に変えてコールスローの完成っと。今度は生のタラと乾燥昆布、これで私が地味に楽しみにしてたお寿司。お寿司だー。次は人参に卵にお砂糖。はい、これで人参パイの完成。お、パイも作れるんだな。そういえばアイスクリームも作れるって言ってたもんな。ご飯にパンにサラダにお寿司、それにスイーツ系も作れるなんてすごすぎない？ここは最高の世界でした。ボウル2つに焼いたタラとベイクドポテト、これでイギリスを代表する料理、フィッシュ&チップスが作れちゃうのよね。ついに看板も2段目に突入しましたね。さすがゆうこ様、順調すぎます。どんどん行くわよ。蜂蜜瓶を小麦で挟んで、甘い甘いハニークッキーの完成。お、美味しそう。さあさあゆうこ様、遠慮なさらずにお召し上がりください。さあて飾ろうっと。ゆうこ様、さっきお砂糖と小麦で作ったシュガークッキーも一緒に並べて、これで11種類ちょうど半分の食料が作れたわね。うわすごいすごい、これだけの食べ物が並んでるの見るとすごいな。ふっふっふ。さあここからはしおんちゃんお待ちかねのアイスクリームを作っていくわよ。やったー。ボウルにミルクにスイカに雪玉、これでスイカアイスが作れちゃいます。絶対美味しいやつ。スイカをカカオ豆に変えるだけであら不思議、チョコレートアイスになっちゃうのよね。最高なんですね。うん、でももう作れるものがなくなっちゃったな。あと何種類か素材が手に入れば作れるはずなんだけど。何の素材が足りないの？ね、リンゴとスイートベリーかな。あとはビートルートが育てば食材は全部集まるはずなんだけど。うわぁリンゴか。多くの葉っぱを壊せば落ちるけど、確率が低いからめんどくさいのよね。そうなのよ。確かあっちにもう一つ村が見えたから、そっちのチェスト探しに行ってみようかな。は？もう一つの村？なんだなんだ？村が見つからないって運悪いアピールしてたくせに。ちゃっかり二つ目の村を見つけてるのかよ。森の洋館も見つけてるし、なんだかんだで運がいいじゃねえか。マリサとは違うのだよマリサとは。なんでシオンちゃんが勝ち誇るんだよ。チェストチェスト。あ、あったあった。やったわ見て見て。リンゴ入ってたわよ。やりましたねゆうこ様。4個しか入ってませんでしたが足りますか？うん、多分4個あれば足りるかな。それじゃあ手に入れたリンゴを使って、リンゴのアイスクリームを作って、リンゴと卵とお砂糖で、アップルパイもできちゃうのよね。すごい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 。これはテンション上がりまくります。なんだかんだでもう残り4種類じゃない。でも問題のスイートベリーなのよね。ちょっと今から探しに行ってみようかな。あ、そういえばビートルートはどうなんですか？まだ育ってない感じです。あ、一つだけ育ってるわね。でもこれじゃあまだ足りないな。スイートベリーを探してる間に育っててくれたらいいんだけど、スケルトンを倒して骨も手に入れたいから、寝ずにこのまま探しに行こうかな。一応危なくなった時のためにベッドだけ持って行って、ここでリスポーン地点は固定しておいて。あ、ここにリンゴあったんかーい。逃避の森、逃避の森、この白樺の森と繋がっててくれないかな。だいたい似たバイオームって繋がってる印象なので、見つかってくれたら嬉しいんですけどね。お、行ったそばから逃避の森見つかったんだけど、これはいいわ。これで全ての食材が集まっちゃうわね。うん、でも全然スイートベリーないな。こんなに見つからなかったっけ。いや、いつもはすぐに見つかる気がするんだけどね。この森本当に全然見つからないわね。あ、あったあった、やっと見つかったわ。固まって生成されすぎでしょ。もっと散らばってて欲しかったな。まあいいじゃない、これで全部食材が揃ったのよね。うん、そうね。それじゃあ拠点の村に帰りましょ。あれ？あれは拠点の村、じゃないわよね。なんか拠点にした村の近く村が3個も密集してたのね。あっちが私の拠点の村だもん。は？村が密集？だからどんな運してんだいか、うん、結構近くで逃避の森を見つけたからまだ成長してないか。まあいいわ、骨を2つ拾ってきたからこれで成長させられるでしょ。確かそこまで必要な数がなかったと思うから、数的には問題ないんじゃないかな。よし、それじゃあ最後のクッキングを始めるわよ。ボウルにビートルートに多くの葉、これでベジタブルサラダが作れるわ。ビートルートを小麦で挟んでビートルートパン、これでビートルートを使った料理はおしまいね。スイートベリーも小麦で挟んで、こっちはパンじゃなくてスイートベリークッキーね。そして正真正銘の最後、卵とお砂糖とスイートベリー、これでスイートベリーパイが作れるわよ。さあそれじゃあ飾りましょ。やっと看板が完成するのね。ついにやったわ、全部の食べ物を作ったわよ。ゆうこ様、
殿、お腹、空きません。あらヨウム、まあそうね。やっぱりこれだけの食べ物を見ちゃったらお腹空いちゃったかな。なんだかたくさん食べたい気分だわ。ヨウムの作ったお料理が食べたいな。作ってもらえるかしら？はい、もちろんです、ゆうこ様。少々お待ちください。すぐ作りできます。あらあらヨウム、あんなに急いじゃって。おいゆうこ、お前わざと食べてなかっただろ。あ、バレちゃった。でもヨウムには逆に悪いことしちゃったかな。というかいつも不思議に思ってたんだけど、ゆうこのご飯を作るのって幽霊たちの仕事じゃないの？なんでいつもヨウムが作ってるの？ヨウムがね、私のために作りたいんですって。いつもヨウムは私のために全力で頑張ってくれてるのよ。だからたまには少しでも負担を減らしてあげたいって思って、食べる量が減れば買い出しもお料理の時間も食器洗いも楽になるんじゃないかなって思ったんだけどね。でも逆効果だったみたいね。なるほど、そういう意図があったのか。ゆゆこなりの優しさだったんだな。ヨウム、本当にいつもありがとうね。面と向かっては恥ずかしくて言えないけど、